ガス圧作動方式。ガス圧作動方式とは、弾薬の発砲時に発生する燃焼ガスの圧力を利用し、予定を交代させる自動装填式銃器の作動方式の一形態である。自動装填式作動方式の中では、比較的高威力の弾薬に対応できる構造を持ち、主に機関銃、自動小銃、自動拳銃等に採用されている。金属薬莢の実用開口。 様々な自動装填機構を持った重機が考案されたが、ガス圧作動方式を採用した重機で記録に残る。最古のものは、1892年に、ブローニングが特許を取得した小銃、US パテント471782と、機関銃、US パテント471783である。その後、1895年に、特許、U、 S スパテント544657を取得した M1895 機関銃によりガス圧作動方式を採用した銃器が初めて製品化された。一時対戦後、ブローニング M1918、M1 ガーランド、M1 カービン等の登場によりガスピストーンを使用したガス圧作動方式が兵士にとって身近な存在となり、AK47 等の登場により 自動小銃の作動機構として一般化していった。銃弾が発射される際には、燃焼ガスの圧力が銃口内の全方向へかかり、弾丸を銃口側へ前進させる。また同じ圧力が薬莢にもかかり、有定の方底面を押して後退させようとする。この際、弾丸が銃口を離れる以前に有定が後退し、薬莢が薬室から抜け出てしまうと、 重口内の高圧ガスが漏れ出し危険な状態となる。このため、重口内の圧力が安全域に下がるまでの間、遊定の抗体を抑制する機構が自動装填式重機には必要となる。ガス圧作動方式では発射の際に重心と遊定を何らかの機構で閉鎖結合し、弾丸が重口から出るまでの間、その状態を保持する機能を持つ。閉鎖機構は、 重工や重心に設けられたガス導入口からのガス圧を受けたピストン、レバー等の作動で遊定が交代させられることにより解除される。重心と遊定の閉鎖が解除された時点では弾丸はすでに重工を離れ、重工内の圧力は安全域まで低下している。ガス圧の作用を受けなくなった遊定は、それまでの交代動作の完成により、 またザバネを圧縮しながら交代し薬莢を排出、最後尾まで交代した後に圧縮した副座バネの力により前身、前進、時段を断層から装填し再び重心という体は、閉鎖された状態へ復帰する。蒸気がガス圧作動方式の原理であり、発射ガスの圧力が低下するまで重心という体は、閉鎖されており、薬莢は交代しないことが、 グローバック動作方式との相違点の一つである。下記はロングストロークピストン式の作動模式。上記後の動作後、ボルトキャリアという手は、交代を続け薬室から薬莢を完全に引き抜き、薬莢は肺、鞘機構、エキストラクター、エジェクターにより排出される。その後、ボルトキャリアという手は終始位置まで交代し、圧縮された複雑羽根の力により全身へ転じ。 次の銃弾を弾倉から押し出す。押し出された銃弾は薬室に装填される艇定は、重心後部へ当たり停止、ボルトキャリアのみが前進を続け、ロッキングブロックの作動により再び重心という定は、閉鎖結合、図愛の状態へ復帰する。ガス圧作動方式は、他の作動機構に比べ下記の特徴を持つ。銃弾発射の際、 銃口から紛失する発射ガスを使用し、有底を作動させる方式。ジョン・ブローニングが1889年に発明した最初期のガス圧作動方式は、銃口につけたカップ状の部品で銃口から紛失する発射ガスを受け止めて前進させ、レバーアクション式のウィンチェスターライフルを動作させる構造となっており、使用された弾薬は黒色火薬を用いるだった。 この方式は後にガストラップ式と呼ばれるようになり、ブローニングはこれをベルト球団機構と組み合わせた機関銃を開発し、1892年に特許を取得したほか、重心の中ほどにガス導入口を設けて、レバーを動作させる方式へと発展したものがとして製品化されている。ガストラップ式は重心にガス導入口を開ける必要がなく、 ガスピストン式に比べて圧になった発射ガスを利用できる利点がある。しかし、構造が複雑になりやすく、重工側に作動機構があるため全長が長くなり、重心が偏りやすい欠点があり、大量生産へ移行したものは、ドイツの当小数の例しか見られない。重心に開けられたガス導入口から導かれた発射ガスを利用し、ピストンを作動させることにより、 有定を作動させる方式。ピストンの作動形態により、ロングストロークピストン式とショートストロークピストン式に分類される。ピストンがボルトキャリアと同じ距離を移動して作動する方式。多くの場合、ピストンがボルトキャリアと一体化した構造となっており、ガス導入口から導かれた発射ガスの圧力で、後方に押されたピストン及びボルトキャリアが交代し、 有定の閉鎖を解除して後退させる構造となっている。構造が比較的単純なため高強度の設計が可能であり、作動するボルトグループ、ピストン、ボルトキャリア、有定の質量が大きくなるため作動が安定するが、ボルトグループの作動により重心変動が大きく、有定が最後部まで後退した時の衝撃も大きくなるため連射時の命中精度の低下を招きやすい、欠点も有する。 取り回しの良さや、連射時の命中精度よりも堅牢な構造と、確実な作動が要求される機関銃の多くで採用されてきた方式である。自動小銃としては、耐久性、信頼性を重視した AK-47 や、それを参考にして発された東側陣営の小銃において採用され、西側陣営においても1970年代から1990年代の 間に開発さされれたた。小銃の大多数で採用されたボルトキャリアとは、独立したピストンのみが短距離を交代し、その交代時に生じた玉突き衝突の完成のみで、ボルトグループ、ボルトキャリア、優定が交代する方式。その動作から、玉突き式とも呼ばれる。ロングストロークピストンに比べて、ボルトグループの質量は小さく、作動が不安定となりやすいが、 反動が抑制され射撃時の安定性が高くなる利点も有する。M1 カービン開発時に30カービン弾の空圧ではロングストローク式の採用が難しいため技師により考案された。自動小銃としては主に西側陣営において使用され 7.62X51mm ナトウ弾を用いた小銃が不評の標準となっていた時代に 射撃時の反動を軽減する目的で採用されていた。その後、5.56X45mm ナトダ弾を用いた小銃が、不評の標準となってからは、前述したように、ロングストロークピストンの方が主流となっていたためあまり多くは採用されなかった。しかし、2000年代以降に開発された、アサルトライフルではほぼ必ずと言っていいほどこの、方式が採用されており、 現在のアサルトライフルではむしろありふれた方式となっている。独立したガスピストン、シリンダー等を持たずガス導入口からガスチューブを通った発射ガスを直接ボルトキャリアに吹き付け作動させる方式。英語ではダイレクトインピンジメント方式が正式な名称であるが本方式を初めて実用銃として採用したスウェーデンのの開発会社名からルンマン リュングマン式と通称され。ダイレクト、インピンジメントとは、直に衝撃。この場合は発射ガスを指すが加わるの意味だが、発射ガスで直接、ボルトキャリア全体を動かすのではなく、ガスチューブの後端を太くすることで、シリンダー、該当とし、ボルトキャリアの先端が、ガスチューブの後端にはまり込んで、ピストン、内灯となることで、ガスピストン、シリンダーとして機能す。 という構造で、これにより作動に十分な圧力を確保している。この方式は、通常のガスピストン方式に比べ構成部品が少なく単純な構造にできる上、ボルトグループの質量も小さいため作動時の重心変動が少なく、体幹反動を小さくできる利点がある。しかし、高温高圧のガスが銃の作動部へ吹きつけるため、部品や潤滑油の寿命の減少。 作動部品の加熱による防発の可能性、燃焼ガスに含まれる成分の蓄積によって部品が汚損して発生する作動不良を防止するために、使用後の清掃に気を払わねばならない、などのデメリットがあった。作動時に機関部が大きく開くものは、ガスチューブから機関部へ噴射した高温高圧のガスがいて吹きつける、危険がある、という問題もある。また、発射薬の量が少ない、 燃焼ガスの量と発生する圧力が小さい、昇降径軽量弾では確実な動作が保証されない、ため、昇降径軽量弾を用いるアサルトライフルの機構としては用いづらい、という難点があった。銃の作動サイクル、発射速度がガスチューブの長さと使用弾薬の発射薬の燃焼速度や火薬量に依存しているため、 単純に重心長を変えるとそれに比して作動サイクルが変動して不安定になってし、単純新型などの派生形を作ることが難しく、規定の性能を発揮できる弾薬の選択幅が狭い、ため幅広い弾薬を使い難いという問題もある。これに関連して、サプレッサー、消音器を装着することによる作動環境の変化を受けやすいという問題もあった。 それらに対処するための機構、ガスチューブの引き回しや、ガスポートの位置を慎重によって工夫する、ガス流量の調整装置をつける、等を装備すると、この方式の利点であった、ガスピストン方式に比べ構成部品が少なく、単純かつ軽量であるという利点を損なってしまうことになるため、対処が難しい。なお、リュングマン方式の作動機構を持つ、自動小銃の代表であるとされる。 AR-10-15 系列は実際はリュングマン式とは異なる独自の機構、口実を持っておりリュングマン式と呼べるのは厳密には AGM-42 とそれに類似した機構を持つフランスのモス49等少数のモデルのみである現在は a r 十 m 十六 a r 十五系の小銃のみで使用されている方式で 航空機メーカーのフェアチャイルドの重機開発部門、アーマライトの技術者であったユージ人ストーナーが発明して特許。エスパテント295万1424を取得した方式で重心にあるガス導入口からガスチューブを通った発射ガスを直接ボルトグループに吹き付けて作動させるという点ではリュングマン式と同様だが、 作動機構の構構のの成と構造が異なるる独自の形式であるこの方式は、ボルトキャリアを稼働するシリンダーとし、ボルトキャリアに覆われる形で配置された、有定ボルトを固定された、ピストン、内藤、として利用している。ボルトとボルトキャリアの隙間は、ピストンリングによって密閉されており、ガスが流入した際に、一定の圧力を確保する構造になっている。 ガスチューブからの発射ガスがボルトキャリアの内部に充満し、規定地以上の圧力が生じるとボルトキャリアが交代。それによりボルトの固定が解かれて、ボルトも連動して交代するという構造で、少量のガスでボルトグループを作動させられるため、ダイレクトインピンジメント方式の難点であった、発射薬の量が少なくガス発生量の少ない、昇降径軽量弾薬では確実な動作が、 明かしされないといった点を克服しており、ボルトグループの小型化が可能で、重心とボルト、そしてボルトキャリアを同じ軸線上に配置することができるため、銃全体を小型化できる上、作動時の重心変動を最小限にできるために、体幹反動が小さく命中精度の高い自動小銃とすることが可能であるという利点を持っていた。反面、ボルトグループの内部に、 ガスが流れ込むため、単純なダイレクトインピンジメント式に比べて、作動部品が汚染しやすく、構造上ボルトの後方に、バッファーチューブと呼ばれるリコイスプリングを内蔵した筒を配置する必要があり、この部分がレシーバー後部に突き出す形になるため、レシーバー後端、ストックの根本で左右に折りたたむ方式のストックの装備が難しくなるとい、デメリットがある。また、 確実な作動を求めるには頻繁かつ入念なクリーニングが必要で手入れが不十分な場合は信頼性が著しく低下するという問題もある。ソ連ロシアのガトリング法、重規模後継もあるにはガス圧作動方式駆動のものがある。リボルバーカノンの多くはガス圧作動方式駆動である。下記はガス圧作動方式で採用される閉鎖機構の代表例。 ロッキングブロック式は、遊程とは別体のロッキングブロックの上下動により、遊程の閉鎖解放を行う。ホチキス機関銃や、99式系機関銃などの、歴代日本製機関銃の多くで採用された。ティルトボルト式は、遊程の閉鎖解放を、遊程の上下動により行う。遊程の閉鎖時に遊程が斜め傾く、ティルトことから、ティルトボルト式、または、 フィルティングボルト方式と呼ばれる。多くの場合、遊程は下方へ傾くため、日本では落とし込み方式とも呼ばれる。単純な構造であるため、強度も高く容易に製造できる利点があり、STG44、BAR、ZB26、SKS、MOS49、f n m a g FNFEL、62式機関銃、64式、小銃などで採用された。 閉鎖時に、遊定の後部を固定する、管抜き子、戦士が、機関部、レシーバーに配置されるため、機関部は、弾薬の圧力に耐える強度が必要となり、軽合筋等を使用した、軽量化が困難となるという欠点がある。そのため、小銃、機関銃を問わず、1970年代以降に、開発されたモデルでの採用例は、ほとんどない。ロータリーボルト式は、 ロッキングラグを設けた遊程を、ボルトキャリアのカムで回転させ、遊程との結合、解除を行う、ロテーティングボルト式、ターンドックボルト式とも呼ばれる。比較的高強度の構造に設計可能であり、作動機構を小型軽量にできることから、現在のガス圧作動方式では、最も広く採用されている、閉鎖方式である。ロッキングラグは、 重心後端の延長部分で固定されるため、ティルトボルト式のように、機関部に強度が必要とされず、機関部に、アルミ合金、M16 等やプラスティック、G36 等を使用した銃も損する。ロッキングラグは、M1 ガーランド、AK-47 のように通常の、ボルトアクションと同様に2個の形式や、M16、G36 のように6から7個の小型のものを、 使用したマイクロロッキングラグと呼ばれる形式がある。マイクロロッキングラグは、有定の回転角度を小さく設計でき、閉鎖、解除に要する時間が短いため命中精度に与える影響が小さく、AR-10,M16,AR-18 に採用された後、各国のアサルトライフルへ普及した。しかし、ボルト先端が複雑な形状であるため、 泥や汚れの付着に弱く、また小さな突起に大きな負荷がかかるため、ボルト及び薬室側に用いる素材に高い強度が求められ、工業水準の低い諸国では、製造が困難等の欠点も有する。日本におけるガス厚さ同方式の導入は、日露戦争直前の1902年にホチキス機関銃をライセンス生産した保敷機関法が、 正式採用されたのをはじめとして、多くの国産機関銃がガス圧作動方式を採用し設計された。しかし、満州事変で交戦した法典軍閥の装備していた、ZB26 系機関銃と自軍の11年式系機関銃との信頼性に大きな格差があることが判明し、続く第二次上海事変においては、中国国民革命軍が大量に備えしていた。 ZB-26 系機関銃が、無故障機銃、チェッコ機銃などと称され、露閣されたものをそのまま日本軍兵士が使用するなど、大きな影響を受けた。その後、96式系機関銃が採用され、後継変更に伴い続いて採用された99式系機関銃は、これと交戦した米軍からも高い評価を受けた。また、海軍は露閣した M1 ガーランドを原型として、 細部に変更を加え、使用弾薬を99式普通実砲とした、コピー品を4式自動小銃として、海軍空挺部隊に配備した。陸軍は国産化の努力を続けたものの日米の夜勤技術の格差と、物資不足から高強度のレシーバ、機関部が製造できずに難航し、設計に変更を加えた4式自動小銃、海軍のものとは異なるが試作れたが、間もなく、 終戦を迎えたことが知られている。終戦後に発足した陸上自衛隊では、米軍から供与されたガス厚作動方式のバー M1、ガーランド M1 カービンが隊員の主装備とされ、純国産の62式機銃、64式小銃、89式小銃及びライセンス製の 5.56mm 機銃などもガス厚作動方式を採用した製品である。 三段銃においては、半自動式三段銃の動作方式は、ジョン・ブローニングが1902年に開発し、その後1998年まで100年余りの機関製造が続けられ、戦前の日本では、半自動式三段銃の代名詞的なありともなった、ブローニング男に代表される、ロングリコイル方式が、長年主流であり続けた。 天気が訪れるのは1963年、レミントン社が事実上世界初の実用的なガス圧作動方式を採用したレミントン M1100 を発売してからである。これにより、三段銃にも本格的なガス圧作動方式の時代が訪れることになった。しかし、半自動式三段銃は半自動式小銃と比較した場合、その構造上、運用面の相違から、 下記の三つの問題点が存在した。最初に登場したレミントン m 1 1 0 0は、環状弾断層と重心の間に有定に連結されたアクションバーを配置し、このアクションバーに直接重心からの発射ガスを吹き付けて動作させるというロングストロークピストン方式とリュングマン方式を接中したような構造を採用した。アクションバーの先端は、環状断層に巻きつくような筒が設けられて、 ピストン構造を形成し、重心側にはこのピストン構造に覆いかぶさるようなリングが設けられてシリンダーの役割を果たしていた。これによりガスピストン構造をある程度再現しながらもこれまでり理簡易な整備による重厚感を両立することが可能となった。この方式はレミントン M870 などのポンプアクション散弾銃を並行開発することが容易であり、 延長断層をオプションで用意できるという利点がある反面、小銃のガスピストン構造と異なり、重心からのガスが環状断層の前方にある程度以上吹き抜けてしまうことが避けられないため、高度なガス圧制御を行うことは難しく、軽装弾を使用する際には、ガスピストン部周辺に専用のオーリングをその都度取り付けて対処するという、 やや強引とも思える手法で対処を行うことになった。レミントン M1100 の構造は、その後多くのメーカーのガス圧作動方式3弾銃で、似たような構造が採用されたが、本家のレミントンも含めその多くが、多したような装薬量に対応することに枠慮することに言った。日本の新 SKB 工業に至っては、初期の M1900 から現在の M3000 に至るまで一貫して主導。 切り替え式の規制試構造を採用し、軽装弾と重装弾で重側が自動的に対処して動作させるという方法論始めから相手取らない方針を選択しているほどであった。あと開発のレミントン M11 から87やレミントン M11 から96等でバレルのガス弁に新たにバイパスを設けて圧で正常に駆動し高圧、重装弾では部に余圧を逃がす構造になっている。 こうした状況の打破を図ったのは、日本の富士製紀製作所、旧日本領重製紀が、飽和工業との技術提携の下で開発し、1971年に販売を開始した、富士スーパーオート、富士オートであった。富士オートは、環状断層の先端に、可変式のガスピストンを内蔵して、ガス圧力を制御しながら、アクションバーを動作させる。 ショートストロークピストン方式に似た形式を採用した。これにより、世界に先駆けて軽装弾から重装弾まで、あらゆる装薬量の相談に対応することに成功し、海外でも S&W 社やモスバーグ社への OEM 供給を通じた販売で、高い評価を得ることになり、後に、ベレッタ AL390 などもこれに類似した構造を採用し、 レミントン方式に対する第二の極の構造となった。しかし、この方式は、環状断層の先端に、可変式、ガスピストンを内蔵する、構造上、延長断層の装着が不可能という大きな欠点が存在し、ホームディフェンス用途での散弾重需要が多い、北米市場では苦戦を強いられることにもなった。延長断層への対応を重視して、ガス圧変化への対応を、 ある程度犠牲とするか、延長断層への対応を度外視してでも、ガス圧可変にこだわるか、現在のガス圧利用式反自動式散弾銃の方向性がこの二つの方向をほぼ分化している傾向がある中で、イタリアのベネリ社は、旧来のロングリコイル方式を改良した、イナーシャオペレーション方式を開発。延長断層にも対応しながら軽装弾から重装弾まで、 あらゆる創薬量の相談にも対応するというガス圧利用方式の相反する課題をクリアすることに成功し、後に多くの軍用三段銃に正式採用されることになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。